皆さんこんにちは、ベンベンです。マリサだぜ。まさかのこの組み合わせになるとはね。いいじゃないか、別に一名別組だけど。それじゃあジオラマを作っていくよ。今回のお題はこちら、固定式の N ゲージ。注文は山崎駅を思い浮かばせるような2件。サントリーカーブはすごく有名な撮影地だよな。通り過ぎたことしかないから今度行ってみたいな。それじゃあこのジオラマを作っていくよ。まずは N ゲージの場所に移動。以前までの跡地かな。道路と線路、そして駅を設置。これが山崎駅のつもりだな。場所の関係上、駅舎の向きが逆だったり駅の手前のカーブがなかったりと、いろいろ現実離れがありますがご了承ください。さらに線路を伸ばし、加えて地下にも線路を通します。これって阪急京都線か。架線柱を取り付けて、植林したりマンションやバスロータリーなどを設置。あれ？肝心のサントリーは？明確な場所がわからないのと規模がでかいから範囲に収まらない。信号機を設置して、電車を配置して完成。なんという速さ。でも一応山崎駅付近だから、で、固定式だから動きはなし。画像でお楽しみくださいな。それじゃあ早いけど、次のペアに託そうか。ってことで、皆さん、お先に失礼するぜー。どうも皆さん、霊夢です。ネルランです、よろしくお願いします。私たちが作るジオラマはこれ、固定式の N ゲージで、115系湘南色と415系1500番台が走る田舎の伏線ジオラマ。伏線の田舎、そして固定式、チョイスいいじゃない。どこ目線で言ってんの？で、どっちが作るの？え、決まっていないの？じゃあ私がやるわ。了解、それじゃあやっていこう。まずは車両を購入。115系湘南色と415系1500番台をそれぞれ4両編成で購入。左右に山を造形、トンネルが作れるようにしたほか、田舎駅を配置。線路を敷設する場所をあらかじめ決めておくって感じかな。線路を伏線間隔で敷設、左右両方ともトンネルにして山に突っ込ませるわ。あとは道路を敷設して植林、田んぼや畑を配置。牧場の横に何かある。架線柱と信号機を取り付けて編成を配置したら完成。お早い。どうよ、この立派なジオラマ、実際にこんなジオラマを作ってほしいものね。果たしてリリカがこのジオラマを再現しようとしたらどれほどの年月がかかるだろうか。それでは鑑賞タイムということで、私たちはこの辺で。もうちょっとなんか喋ろうとかは思わないのかな。
する。トンネルから先が